全国のモルックファンの皆さん、こんばんは。モルックライブ JP、ハルスイング JOKT です。久しぶりだな。いや、久しぶりなのは俺だけなんだけどね。というのも、前回、取りだめをしてから、まあ、1ヶ月近くとまではいかないけど、結構経ってます。なので、ちょっとふわふわしてるんだけど、とりあえず捕まったのを覚えてる。捕まって外に出なきゃいけない。で、ここは、まあ敵っていうか、支配されていた、まあ、宗教組織っていうか、そういうところの、割と鍵となる場所なんだよね。多分本丸本部ではないと思うんだけど。で、捕まったんで出なきゃいけないんだけど、レンチを奪われてるので、これが開けらんないでしょ。だから、まあ、捨て頃で行かないといけないといけない。行かないといけない。というわけになってます。で、ここだよね。ここ降りてっていいんだよね。これは、でも今、ガンも持ってないんで、蹴らんないです。ここを進んでいけばいいのかな？あれでもここって来たとこだよね。もう一回行けってことかな。ここにあったのね。オッケー。シルバーウォッチマンが不作法な生徒たちを扱う際の振る舞いについて懸念をする表明を感じる。罪深き欲望や逃亡の試みを思いとどまらせるよう説得するのは重要だが、彼の暴力的な振る舞いは反抗的な傾向を防ぐのではなく促してしまう可能性がある。シルバーウォッチマンってのはこれのこと？ん？なんだ今の？嫌な予感するぞ。あ、なんかいる。なんかいる。なんかおるよ。これで、さっきのとこ戻って、開けに行けばいいんだよね。これ撮ってるのが8月16日なんですけど、その最近フィットボクシングってゲームとか始めて運動したりとか、あとポケモンユナイトちょっとハマり始めた。どうかな、でもそんなにがっつりはやらないと思うなの思って、なんかめちゃくちゃゲームやってるなって感じになってる今。こんなゲーム、あれ
あ、もっと、もう一個上にも行けんだね。おお、やべえのいるやん。やばいのがいるやん。やばいのがおるやん。お。怖いや、迷路だな。どこから行けばいいんだな。一応マップあるからそれだけ覚えていこう。これイベント進んじゃうルートなんじゃないの？ここで一発下行ってみるか。あ、これさっきのか。ここって何なの？山の中のワンコーンさんの本部で当たりてた。その本部のことだってほど知らないな。科学者なんだ。どこに行ったんだっけ。鍵ってどこですかね。ちょ、上まで行ってみるか。3回、4回。なんか普通に人が暮らしてる感じじゃん。そんなことはない。鍵があるけどめっちゃ登るな。めっちゃ登るけど、あ、開かない。ミスったな。多分これどうすればいいんだろう。ああ、戻っちゃうんだ。多分なんか足りないね。上には行けない。こっちも行けないと。3回も行けない。あ。やべ。やべ、つえ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 。そういうことか。跳ね返して叩くと。やべ、回り込まれた。
あべ、ああ、やべ、回り込まれる。壁際まで寄ればいいのか。行った。よっしゃ。勝ったけど誰？誰？上、左のエレベーター使うか。ん？あ、いけない。あれ、左手どうやっていったっけ？迷子。迷子。この左は何の場所？通れね。ここ通れない。あそこ、これがさっき言ったとこ。ジャラが壁の弱くなってるとこを握って掘っているとルームメイトから報告来た。ジャラを3階から5階に移し、課外活動を一過ぎの間禁止する。上にも行けるな。ここの人たちは何なんだろう。お、開けられるぜ。これ上に行けるのか。ちょっと待って。まあ、上に行けるけど、まだこっち全部行ってないよね。こっち、あ、これはいけないのか。じゃあ、上行っちゃって4階。上は行けない。なんかいるな。ただボム持ってないから、俺今あそこで動かしようがないな。5階まで来ました。おお、やば。あ、あれはエレキ貯めたら吸い取られんな。あ、これどうしよう、どうにかしないといけないね。ただ何も持ってないっすわ。さらに上6階。
いけないな。先に上の黄色いリフトを動かせるといいんだけど、動かせそうにないっすね。ここも。ここ止まれない。あ、植木だ。鍵ゲットできんな。鍵使うとこ。サメみたいなやつがいる。この人は緑色だから、実はレジスタンス側なんだよね。だから時間稼ぎをしようとしてる。黒い帳ってなんだろう。外には人間がいたんです。あ、撃っちゃった。割とただの銃に見えるけど、なんかそんなすごいのがあんのかね。鍵をどこで使うんだっけ。覚えてねえやもう。あ、やべ、ミスった。鍵を使える場所を探そう。ここも行ったしな。これで鍵を開けられるってことはないのか。じゃあエレベーター2階に置いてきたのか。右側のエレベーターに行こう。ここはもうやったっけ。ここはもうやったから、3回。あーべー、落ちたんだけど。いって、やば、はまった。いて、ここじゃない、ここじゃない。多分こっちでもない。こっちも行ったよな。
これも鍵部屋だけどなんか足りないんだよ。4階これ以上上に行けない。ここは右側と左側の連絡通路みたいなもんだよな。だからここはもう行った。3階右にも行った。2階は連絡通路、2階の右も行った。これの一番下とか行ったっけ。あ、でもここも行ったか。生徒たちは健康で活気に満ちている。疑わしい行動や危険な行動の傾向は見られない。2人の生徒が聖書の読解と解釈がサークルを発足した。彼らの積極性の表れだと思うと、あれやっぱここ行ったな。行ってない場所、行けそうなところを探さないといけませんね。なんだろう。もう一回左側見てみる。通れない。単純に右左から右には行けるけど、ここもよくわかんねえ。これここの人がいなくなったのは関係ある。と先行けないのか。行けないのか。途中止まってくんないもんな。これで倒せんの？先言えよ。倒せないやつだと思ってた。これどうしよう。結構ここでいけないじゃん。あ、そういうこと？
ヘリか。あ、取り損ねた。嘘。ん？これ戻れないもう。エレベーターが、あの、はしごか。つらいな。あ、はしごだけっていうのができんだ。そうするといくらか、なんかできそうだな。これはさすがにいけないか。あ、でもここで止まってんじゃん。上帰れない。帰れない。上帰れないじゃん。ふざけてんのか。マジで言ってる？え？炭？炭ですか？まさか。あ、そっか。なんだ。なんてことなかった。うっかりしちゃった。すげえ行き当たりばったりだけど。俺あいつ倒せねえよ。エレキモーとかにしないと。あぶねえ。なんか逃げ切ったわ。あー、でもここ行けねえじゃん。ここ行けねえやつじゃん。これもう一回チャレンジするしかないのか。最後ミスったからな。めんどくせえ。あ、いけるか今んとこ。ていうかエレベーター返せよ。エレベーター返してよ。これで分かんなくなったな。あとここはいけないだろう。
これめっちゃ迷うわ。ちょ、わけわかんないぐらい迷ってる。これまずいよ。下？下か？いやー、さすがにこの下ってことない。ないと思うけど。ここ鍵あんだ。銃がない。銃ってこっちだったりしない？違うか。多分違うな。多分違うだろうな。シルバーウォッチは見たもんな。いや、これ完全な帰り道でしょ。で、ここで塞がってる。塞がっちゃってるもんね、道が。さあ、わかんないっすよ。こうなっちゃうと。これじゃ怖いもんね。さあどうする。この片っ端からもう一回見直すしかないな。飛ばしながら見ようするとおかしなことないから。でもやっぱりめっちゃ風吹いてんな。なんだ。何もないか。またあのすぐ剣落としちゃうやつとやらされるのかと思った。3階の右、ここもう行けない。で、ここを下入ると右側に行けるようになってる。この右は何もない。何もない。この上にも行ける。で、これはこれでまた左。ここが これでここに行くのか。でもこれはもうやったんだよな。最近オフィスに適切なエネルギーが供給されないまま働かなきゃいけないことが多すぎる。生徒たちに供給するエネルギーをカットできないことは理解できた。これが私たちの仕事が本来になる。この週末の時において党にはもっと多くのアイボリーが配給されるべきじゃないか。足りないんだね、アイボリーがね。なんてことはいいんですよ。この3階のこのイベントはやった。4階ここはちょっとが使えない。4階の左はこれだよな。で、これはあれ構造上できんのかどうかやし。で、5階あんなん撃ってもらえんだ。あれ撃ってもらってあいつ倒せないか。あいつ倒せないか。
こっち来い。こっち来い。行った。倒せそうだ。しゃ。なんかここ進んでなかった。なんかセーブできた。これはここを行けばいいのか。お。住居みたいなところに入れたぞ。絵本を読むと未来の想像が掻き立てられるよ。僕が生み出した人々が花に覆われた教会を見つけられるように僕は祈ってるんだ。僕が生み出した人々。すごい、後ろの絵が完全宗教画ですね。まだ様、私はあなたの抱擁をお待ちしてない。夜も起きてあなたのことを考えています。来たる超越の日にはどうか私の価値を見出してくださいますよ。監査官。この世紀の外には堕落と罪からなる人々への人類の疫病と苦痛が蔓延しています。黒い帳が放つ吐息が人の心身を腐らせてしまうのです。次元の上昇が終わった後に新たな世界を反映させるのは純粋な心を持つ心ならの生き残りであるあなたたちです。この塔の外は全部汚れたものと見なされてるんだね。ジーナと僕は運命の相手なんだ。これは永遠より永遠にそばに寄り添うのさ。生きる時も死す時も宇宙においても虚無の中でも繁栄と幸せはね、心を同じくする人たちに囲まれていれば簡単に手に入るんだよ。そうなのか。こんなこんなで戻ってきてしまったけど、お、鍵が使えるね。鍵が使えるね。よっしゃ、開いた。取り戻しました。これを取り戻すと次どこに行けるなんだっけ。もっと下の方だった気がするな。あきらにーっつってこれか。鍋これはどういうことだ。4階右側のエレベーター4階まで行って4階まで行って、あれが邪魔だな。
こっちから回り込んでいくのか。いけない。この隙間に入んないかな。入んねえか。ダメみたいですね。この上行く方法がないのか。やべえ、全然すねえな。3回。ああ、これはやったよな。ちょっと左からなんかな。左からっていうか、この辺をもうちょっと掘り下げるかとか。関係ないか。これ右は俺だもんね。これはもう諦めないから3階はやった。で、左。ここは右左連絡通路になってるだけ。ここもそうだよね。連絡用の通路になってるだけだよね。そうか。いやー、わからん。あ、地下に行こう。あ、でも鍵持ってないわ。ピー、鍵持ってないけど左側開けられたよね。それでいいのか。合ってるのか、それで。行ってみよう。アイテムかい、やっぱり。やっぱりアイテムかい。で、この右はあったんだけど、鍵が必要だったから、もう一個鍵を取ってこなきゃいけない。ですと。やっぱりアイテムか。つれ。
ちょっとずつ進んでるな、でも。まあ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 。あそこの住居に一周回ってくるだけか。ここはいけない。またなんか変な風が。これがあるとなんかイベント進むとかそういうのないのかな。あとここだよな。あそこの最後の取っ手掴むところがうまくいけばなんかあんのかな。場所的にさ、あそこの取っ手を使うのって無理じゃない？あ、なんかいけそうな気がすんな。めんどくさいなぁ、でも。ダメでした。一旦諦めよう。どうし、アイテムボックスだから、どうせアイテムだと思うんだけどな。から、絶対捕まえなきゃいけないってやつじゃないとは思うんだけど。とは思うんだけど。気になるな。
6階なんもないでしょ、6階もいけない。やるとしたら右側かな。これだよな。このブロックなんだ。これは今の能力だと取れないのかな。6つ。あれ反応しない。この鍵欲しいんだけど。ロケット。え、ロケットどこですか？あ、これエレベーター邪魔？もしかして。邪魔だ。この状態で。左のエレベーターから行け。4階に行かないといけないんだ。ちょっと分かったかも。ちょっとこれだけやらせ、これだけやらして済むかもしれん。ダメなんかい。は？ヒント出さしててそれか。言ったじゃん。よかった、俺のミスだった。し、いけるぞ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 。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。5階に行けるぞ。おお。待ってるぜ、新しいフィールドは。ここはさっき行ったとこか。またお前か。さっきとやってることは同じだ。あ、階段うざ、階段うざ。やば。
はい、同じだよってことだ。ああ、なんかうぜえことしてきた。やべえ、回り込んでくるのうぜえな。やべえ、死ぬ。危ない。ああ。やばい。危ねえ。危なかったぜ。牢屋がいい。よし、まあまだ行くとこあるけど、牢屋のカゲットしたから、とりあえず牢屋は今日。危ねえ、やられたかと思った。ギリだった。入り口が閉まっていたとすると、どうしていいか。そうだね。出口がないもんね。そう、サンバさんを、サンバさんを助けないと。じゃ、鍵もらったぜ。この鍵はじゃあ下に使っちゃった方がいいのかな。あ、時間だ。一旦これはここまで。まあ、やっと進んだわ。結構沼ったけど、まあダンジョンってそういう面あるよねっていう。じゃあお疲れ様でした。